神頼みしすぎて俺の未来がやばい。はい、よろしくお願いします。頑張ります。はじめまして、神林はじめさん。あたしは縁結びの神様です。神山、どうもこんばんは。そうみたいですね。最近では熱心にお参りする人もめっきり減ったみたいで。私も大変なんですよ。種も仕掛けもありませんよ。私は単なる美少女ゴッドですから。マジシャンでも手品師でもございません。つまりこういうことです。呼ばれて、飛び出て、こんばんは。
改めまして、こんばんは。あなたのもとに派遣されました縁結びの神様ことうららです。ですよ、縁結びの神様です。いわゆるゴッドですね、 GOD。 マジですよ、あなたもさっき見たでしょ。あんなことできるのはそれこそ人知を超えた存在だけですってば。神様とか悪霊とかね。家ですから神様ですって。なんでそんなことしなきゃいけないんですか。私の得にもなりゃしないのに。なるほど、それはごもっとも。体で教えてあげましょう。それじゃ、一名様ご案内。それでは改めまして、ご本はじめまして、神林はじめさん、私は縁結びの神様です。はいな、そう言ってるじゃないですか。横断の間って言いまして、まあ私と謁見するためのスペースです。私の神様パワーで生み出した精神だったり時だったり、そういう部屋って思ってもらえれば。ともあれ、私の話を聞いてくれる気になりましたか。理解が早いですね。さすがは神社マニア。まあ、あのままギャースか騒がれてたら面倒だったんで、こうして拉致っちゃったんですけど、落ち着いてくれたらもういいですよね。というわけで、ほい。横断の間だと私が来た目的を話せませんからね。
まあ、そんな堅苦しくならずに楽にしてください。って、私の家じゃないんですけどね。それでどういう意味かと言いますと、これ、木月神社のお守りですね。そんなマイナーどころまで抑えるなんて、資料通りの人ですね、神林はじめさん。これ、浅坂神社ですよね。去年に2回、今年に入ってから1回、随分と熱心に足を運んでらっしゃいますね。他にも、足を運べる範囲の神社はほとんど網羅してますね。しかも、そのほとんどが縁結び系の神社に、部屋のあちこちには恋愛成就のお守り、そして、極めつけは検索履歴、乙女かと言いたくなるくらいに恋のおまじないラッシュ。別に責めているわけじゃないんですよ。逆にありがとうございますって感じです。かくも我々を信仰していただき、感謝の極みなくらいですよ。ですが、それが良くなかった。あなたは1年以内に運命の相手と結ばれないと大変なことになります。やりすぎちゃったんですよ、あなたは。お参りに恋のおまじない、古今東西つつうらうら、いろいろなものを混ぜすぎてしまったんです。そしてその中のいくつかに本物があった。ガチの儀式が簡略化されて伝わっているものがたまーにあるんですよね。Yes, Your Highness! たとえ良薬でも過ぎてしまったら、体を壊す元になる。そういうことです。一生 DT のまま人生を終えます。イエス、前向きに考えるとそういうことです。
はいはい、そんな顔しなくても大丈夫ですって。運命の相手候補はすでに調べてありますんで。左から南雲七海さん、赤木すずなさん、須郷ゆかりさんです。そういうことはいいですから、ちゃんと女の子見る。その鈴名さんですよ。それでですね、まずは彼女たちに会わないといけないわけですが。彼女たちは全員が私立高根宮学園に通っています。だから寮に入らないといけませんね。今って確か5月ですよね。高根宮学園は転入生を随時受け入れているみたいですけど、やっぱり定員は4月が一番多いですね。というわけでそこを狙いましょう。ええ、そうしないと会えないでしょ。まあ、あと11ヶ月ですか。それを全部勉強に費やせば転入試験なんて楽勝でしょう。人生ってのはそういうものでしょう。楽してどうするんですか。自らの手で勝ち取る、それこそが人間の素晴らしさ。さあ、私に見せてください、あなたの素晴らしさを。それを間近で観察することが私の使命。さすがにね、個人的に肩入れするわけにもいかないので。さあ、どうします？神林はじめさん、
返事です。それじゃあ早速始めましょうか。転入試験へ向けての勉強、不詳私がサポートさせていただきますので。それはですね、ちょいとお待ちを。はい、これでバッジ OK です。ちょっと待ってたらわかりますよ。はじめ、さっきからうるさいんだけど、どうかした？なんだ、うららと一緒だったのね。兄弟仲がいいのはいいけど、夜は静かにね。はーい。そういう設定にしておきました。なんたってあたしは縁結びの神様ですからね。ああ、ついでに服も変えておきました。さすがにあの姿はこの場に不自然なので。いえ、アプリの力です。人間の生活に紛れ込むことだってできる。そう、紙フォンならね。ともあれ、妹として近くでサポートしますので、これからよろしくお願いしますね、兄さん。ダメですって、妹相手なんですから敬語は禁止で。兄弟仲良く新生活、ときめく単語に胸がドキワクですよ。何がですか、新生活？それとも私は試験なしでパスしたこと？どっちも選んでないじゃないですか。それね、試験突破くらい楽勝ですよ、神フォンならね。まあ
真面目に試験受けて私が落ちるわけにはいきませんからね。近くでサポートは必要ですし、あれのこととか。そうそう、私も使命を果たせる、兄さんも困らない、まさにウィンウィンな関係ってやつです。それでそれで、今は何待ちしてるところですか？それとも誰待ち？ほほう、いとこさん、女性の方で？私のことをちゃんと覚えててくれた。忘れられてたらどうしようって思ったよ。真央さんとおっしゃるんですね。いやいや、たわわなものをお持ちで。どうかした？そこで目をそらすからアウトなんですってば。女として意識してますよってアピールは大事ですよ。まあそうですけど。昔から仲良しだったのは知っていたけど、内緒話はちょっと寂しいよ、うららちゃん。ごめんなさい。兄さんたら、久しぶりに真央さんと会うものだから緊張しちゃってて。ちょっとほぐしてあげないとなぁと、妹心を働かせてしまったんですよ。緊張してくれてるんだ。まあ、それならいいかな。真央姉さんこそ緊張しているんじゃないですか？私がたっぷりほぐしてあげますよ。ほーれほーれ、おお、これはかなり。いやー、ダメだよ、うららちゃん。そんなところ触ったら。どうかしましたか、兄さん。鳩がめくり大キックもらったような顔してますけど。もう、うららちゃんたら。すみません。はしゃぎすぎちゃいましたね。はーい。
私、びっくりしちゃった。まさかお兄ちゃんとうららちゃんにまた会えるなんて思ってなかったから。頭いいんですね、まあお姉さん。そんなことは、あるけどね。なんちゃって。学歴で全部決まるわけじゃないけど、それでも、有利とか不利とかついちゃうからね。だから、やれるだけのことはやりたいって思って。お父さんとお母さんも応援してくれてるし。そうかな。でも、お兄ちゃんもそうでしょ？昔から全然変わってないよ。そうそう。こう見えて結構変わってるんですよ、兄さん。例えば、胸板なんて結構すごいことになってますし、こう見えても結構細マッチョですよ。胸板！他にも腹筋とか、もう結構荒れ物ですよ。荒れ物？荒れ物な腹筋！はぁ、あ、はぁ、あ、ジルリ。